今回結構ノンジャンルなんで、うん、何でもかんでもいいのでですね、うん、今回あれですか、例えばそのフォトグラファーとかイラストレーターとか、うん、はいはい、そういうそのいわゆるあります、あのそういう、なんていうのかな、あのスペシャリスト部門というか、うん、ありますね、一応コピーライターでも OK、うん、コピーだけとか、うんうん、写真も別に広告の形になってるものじゃなくて、自分が撮ったのであればその写真オンリーも OK っていうか、だから一応何でも出してもらっていいと思うんですけど、多分その社会性とかも結局審査がされると思うんですよね、審査員の人によっては、うんうんうん、社会性がなくてもとんでもなく美しいものだったら、そうなんね、それはもう全然、そうなんだよね、そこがクリエイティブの面白い、そうなんですよ、だからもう早い話、審査基準もなんかないんだよねそうですね、そうなんだよね、今いいこと言っていただいて、そうなんだよね、だからコロナはまあ間違いなく収束には向かっていくと思うから、うん、やっぱり時代の潮目じゃないですか、うん、昨日まで作ってたものが、まあ、明日その、まあ、もちろん古くなる、うん、まあ、明日また新しいクリエイティブが生まれてくるとか、うん、若いからとかそのキャリアがあるとか関係なく、やっぱりみんな同じ潮目にぶつかってるわけじゃない、はい、ここがやっぱり面白いところだよね、うん、キャリアがある人がこのコロナをどう売っちゃるのか、うん、若い人がその、まあ、このコロナをどう売っちゃるのか、まあ、結局その利用しない手はないわけじゃない、はい、ちょっと言い方悪いけど、今回出すその仕事っていうのは、うん、そのコロナ禍の中で生まれてきたものだったり、うん、コロナを売っちゃってる仕事もしかしたらあるかもしれないけれども、うん、いずれにしろ混沌とした中だから、うん、コロナ以前の仕事もあって、うん、コロナ禍の仕事もあって、うん、こういった中でなんかやっぱりこう時代を表すものが集まるんじゃないかなって気もするので、うん、そのまあ、ぜひ本当にたくさんのその作品が見たいよね、うん、でその全体を見た中で何かこう新しい潮流というか、うん、そういうので一緒にこう感じるっていうかね、自分の棚卸しってやっぱり自分の振り返りもなるし、その自分の明日を作っていくものになるわけ、出すことによって見えてくるものかなと思いますよ、うん、ということでぜひお願いします。ありがとうございます。